去年より成長した姿を見せて2連覇を狙っていきたいと思います。自分自身今年は2回目の世界選手権になるんですけど、去年より成長した姿を見せて2連覇を狙っていきたいと思います。あとは去年と違い妹も一緒に出場するので、2人で優勝を狙えたらいいなと思ってます。初めての大舞台なんですけど、自分の柔道をしっかりして優勝を目指して頑張ります。よろしくお願いします。初めての世界選手権出場ですが、そこに今臆さず最高のいい結果が出せるよう頑張りたいと思います。マークされていることは今までと、変わらないですし、その相手が研究してくるその上の柔道をできれば必ず、自分の力を出し切れば必ず、2連覇ができると思っていますので、期待してみててください。自分の持っている、柔道っていうのを、一戦一戦出し切れればしっかり勝てると思っているので、出し切れるための準備をしっかりしていきたいと思います。一人一人の選手たちがですね、それぞれのいろんな個性というものを持っていると思いますけれど、その個性をしっかりと伸ばしてあげれるように、頑張っていきたいなというふうには、思っているところであります。妹が、結構こんなに一緒に早く一緒に世界選手権僕も出れると思ってなかったので、2人で頂点に立てればすごく嬉しいなっていうふうに思います。すごいお兄ちゃんがいることで心強く試合に挑めるので、背中を追って頑張っていきたいと思います。